皆さんこんにちは、オリエンタルマシンです。今世の中を騒がせているといえば、何と言ってもビッグモーターの不正事件っていうのが今、連日報道されてると思うんですけど、私の家テレビないんでネットのニュースでしか見てませんけど、あと YouTube の動画でニュースとかは見てます。まずこのビッグモーターなんですけど、スペルが BIGMOTOR ですから、ビッグモーターですよね。それは間違いないんです。で、今どこのニュースを見ても、どこの動画を見ても、必ず字幕にはビッグモーターって書いてあります。ところが、以前私がまだテレビを見ている頃にテレビ CM でやっていたのは、佐藤隆太さんとかが出てきて、車を売るならビッグモーターっていうのはいいんですけど、その時にビッグモーターって言ってたんですよ。 BIG じゃなくて BIC になるんですかね。で、字幕もビッグだったんですよ。ビッグモーターって書いてあったんですよ。これ皆さん覚えてますっていうか、気にされた方 いますか。私、なんでビッグって書いててビッグモーターなのかなって、最初ビッグモーターが正解で、もしかしたら私が BIG だと思ってたの、本当は BIC だったのかなと思って看板見てみたらBIG だったんで、あれ、ビッグモーターじゃんって思ったわけなんです。それでしばらくしたら、今話題になってビッグモーターになってるわけですけど、昔の CM とかを YouTube とか動画検索とかでビッグモーターって言ったり書いてあったりしてるのがあるんじゃないかなと思って探してみたら、残念ながら見つかりませんでした。なので、そうやって皆さん覚えてる方いらっしゃるかなと思って今これ喋ってみてるんですけど、もし私も知ってますよ、そうだったと思いますっていう方がいらっしゃいましたら、コメントしていただけると嬉しく思います。で、ビッグモーターをビッグモーターって言ってたことについては、私なりの結論っていうのがありまして、それはハンドバッグとかのことですと同じなんですよ。今私さりげなくハンドバッグって言いましたけど、ハンドバッグが正解じゃないですか。ところが、多くの人は前はハンドバッグって言ってたと思うんです。実はですよ、本当はハンドバッグって言ってたのかもしれないけど、ハンドバッグって言ってたのが実は日本の文化とか美徳じゃないけど、そういうものだったと思うんですよ。で、それはおそらくバッグって言った方が、なんて言うんですかね、聞こえもいいしソフトじゃないですか。今これ話しながらもう一つ思い出しちゃったんですけど、犬のこともドッグって言いますよね。多くの方が、いや、もしかしたら現代人はみんな、そんなことないよ、ドッグだよって、ドッグって言ってますよって言うかもしれないんだけど、私の昭和の時代はみんなドッグって言ってたと思います、ドッグのことを。なので、バッグにしてもドッグにしてもビッグモーターにしても、きっとドッグ、バッグ、ビッグって言った方が聞こえがいいから、そうやって言ってんじゃないかなっていうことを思いましたので、実にくだらない話ですけれども、そんなことを思ったので、今日はその話をさせていただきました。それでは本日はこれで失礼いたします。どうもありがとうございました。